新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発、大絶賛発売中。鈴木貴一郎、作家ラジオ。えっと、今日のテーマは、超初級ストーリーの第一歩。誰が何をする話なのかはっきりさせよう。今日は久しぶりに超初級 変です、ね、まあたまにはス,ストーリーの話をしよう。えっ、ー、とこのところちょっとあの受講生の原稿を見ててうーんと登場人物の履歴書作りにちょっと集中しすぎてて意外とストーリーグズグズになってるかあの後回しにし,してるかもっていうことがちょっと思ったのでまあただまあまあそこら辺でまあちょっとそういうことちらっと思ったのでね いややっぱストーリーの作り方もたまには話をするのも大事かなっていう、まあそういう流れです。まあ、そうは言っても、そんなさ、複雑な話はしないのでね、僕はあくまでも本当に初級の話しかしない。えストーリーの第一歩、これ、あの、ちょっと長編、何が何でも長編小説が書きたいと、中身がダブるんだけれど、あの、 自分の書いた作品、書き上げた後であらすじを書いてみて、ストーリーをチェックしてみようっていうことは結構大事です。で、この時に、まあ、ざっとあらすじを書いてみて、このあらすじの段階で何が書いてるか、書いてあるかよくわからない。あの、あらすじ、私あらすじ書くの下手なんですっていう人よくいるけれど、あの、 あらすじが書くのが上手いとか下手っていう、それ以前に、つまりこのあら、これってどういう話なんだっていうことが結構あるので、ええー、あらすじを書くっていうよりも、まずストーリーを作る上で一番重要なことっていうのは、誰が何をする話かっていうことを、えー、まず意識しましょう。 ええー。これ、ね、あの、誰が何をする話か。例えば、ミステリーの話だったら、主人公が事件を解決する話なのは、まあ、当然だ。だけれど、こう、少しここで一つ一歩、ちょっと冷静に考えよう。主人公が警察官の場合だったら、解決事件、殺人事件のを、 犯人を逮捕するのが目的なのはわかるよね。じゃあ、この主人公が、この、うん、この主人公が警官じゃない場合、この主人公が警官じゃない場合、なんでその殺人事件を解決するんだろう えー、彼の人生の目的は殺人事件を解決することじゃないよね。殺人事件を解決することで、彼の本来での目的であるものが解決するわけだ。ね。で、えー、そうした上で、そうした上で、 何をする話か、その、その主人公がやるべきことについて阻むものは何かっていうことが、まあ殺人事件だったり、その犯人だったり、まあ人だったり、人間だりだ、であったり、謎であったりするわけだ。というふうに話を作っていく。これはもう、 非常に僕は抽象的な話をしてるので、あれなんだけどね、ただとてもよく見かける話なん、えー、見かけるんだけど、こう、つまりこれどういう話なのっていうふうにこう、順々に要素を分解していって、つまりどういう話なのっていうふうに、あの、詰めていくと、んっと主人公が頑張る話ですっていう、そういう答えが返ってくることが結構あります。 だけど、主人公が頑張るっていうのは、あのね、頑張るっていうのはプロセスであって目的ではないよね。それだとか、主人公が時代を変えるって話なんですっていう場合だと、そういう話も結構ある。そういう時には、じゃあ、何をすると時代が変わる彼はじ、 どうやることで時代を変えようとするのかっていうことを、つまり、どうやりたいか、何をするかって、それを時代を変えるって言って、万全として言ってわかるっていう、そういうこと。あと、よくあるのが、主人公が夢を叶える話ですっていう。これも、これもよくある。いいだけどさ、どんな夢なのかが、 分からないんだよね。そういう時って。だから、主人公が夢を叶えた状態というのは、どういう状態なんだろうか。主人公が持ってる夢は何ビッグになることです。だからさ、いやいや、それは分かった。どういう主人公がイメージしてるってビッグって何あの、それをまあ形にしようや。主人公がイメージしてるビッグっていうのは、 別に身長が2メートルになるわけじゃないだ、ないよね。ね。それこそその、お東京ドームを満杯にしたいのか、ああ、それとも、ニューヨークかどっかのその、なんちゃらスタジアムで満杯にしたいのか、それとも、 うん。うん。そうだな。それとも、その、おいつも通ってる教会で、こうみんなを集めてそこで歌うっていうそういう夢を持っているのか。っていう、まあそれぞれの夢の持ち方ってあるよね。 それがはっきりしないでただ夢を叶える話ですって言われても困っちゃうよね。あとよくある話が、これ、あの、ファンタジーもので、もうさ、本当に反をしたようにファンタジーとか SF 描く人ってさ、もう本当にお前らさ、いい加減にさ、その手抜きたいから、その異世界ファンタジーとかって書くの妖精とかってやっぱ思う。 <laughs> いや、そこで言ってもしょうがないんだけど <coughs>、主人公が成長したい話、成長する話です。どうやって、えーと、どういう状態で。苦労して成長する。だからさ、そ,そんな話は聞いてない。主人公が自分が成長したと思うのはどういう瞬間なのか。 そのため、だから、どんな状態を、うん、ま、まあ、はっきり言ってさ、鬼滅だったら、その、ねず、あの、ねずをこう、人間に戻してやるっていうさ、そういう目的があるわけだろで、それと同じように、主人公が成長する話。成長とは、どういう風で、主人公はどういう状態を、 成功と考えてるか。例えば、バレエでローザンヌに出るって言ったとき、まあローザンヌってあれ、まあほら、新人賞みたいなもんだから、ね、本当はそこ,そこがデビューじゃないけど、そこスタートなんだけど、まあそれはいい。主人公がそれがあ成功で、そこが、とにかくそこにたどり着くんだっていう主人公のイメージがそうやってできてんだった。それでも、 オッケー。主人公がミュージシャンで、武道会、古いな <laughs>。今は東京ドームだよな。まあ、それでも東京ドームでもいい。主人公がクラシックかジャズの歌い手さんです。ミュージシャンでさ、カーネギーで出たいっていう風でもいい。 それが目標っていう風うでもいい。ただ、そういう風うに、その、主人公がカネギホールに立つ話っていう風だったら、まず、そういう風うにしたら、じゃあ、そ、これに、そういう目標があるんだったら、次にそれを阻むものは何かっていうことができるよね。で、誰が、 どういうふうに阻むのかっていうことも必要だし。あとね、ものすごく大事なのは、主人公が夢を叶える話とか、主人公が頑張る話とか、その、主人公が成長する話ですっていう、だいたいそういう話、そういうようなさ、漠然としたその物語が出るっていうのは、 ほぼ間違いなく取材不足。そして、登場人物の造形不足です。つまり、取材が不足しているので、この登場人物が成功している状態ってどういうことなんだろうって。それが、まず、りくあの、イメージできない。そして、何を考えずに、まあ、これはあの、 準備ではなく、こう書き上げちゃって、こう書き上げた後に、この書き上げた後に、あらすじを書いて、俺どんな話書いたんだっけってチェックをしてみると、俺の書いた話ってよくわかんないよなって思った時に、それは何を考えずに書いたのでよくわからない。とりあえず埋めただけっていう、あ、それはいい。だからさ、そう、あとね、 あの、書き慣れてないと、なんかわかんないけど、とりあえず見たっていうことも結構あるので、で、書き上げた後で、改めて読み返してみよう。つまり自分はこの作品で何を書きたかったのか、誰を、誰が何を話す、る話だったんだろうかっていうことを振り返って、うーんー、そういう、ざっと整理してみよう。それで、 その、整理した上で、これ邪魔だよね、あれ邪魔だよねっていうふうに、こう全部邪魔な要素を取っ払って、そしてもう一度頭から書き直してみるっていう方法もあります。で、やっぱりね、あの、こう、まあ、また、 またお前その登場人物の話かよって言われそうだけどやっぱりねストーリーというのはその人物の作り込みがやって初めて出来上がるっていうまあそういうことはよく思います。であとさ一つあの おー、そうだな。このストーリーがなかなかやっぱ思いつかいなぜこんなふうにストーリーが整理できないかっていうことの、まず一つの方法としてさ、その作品の舞台が近未来だとか異世界ファ,ファンタジーの場合そう、あるいは主人公が 自分よりもはるかに若い異性だとか異業種を書く場合、必ず、その、まずね、そういう場合、そういう場合には、ストーリーがおかしいっていうよりも、まず、取材不足だとか登場人物を疑いましょう。あなたの作品が何が書いてるかわからないっていうことだとか、いや、これさ、 あの、いろいろ調べるのがめんどくさいから異世界にしたんじゃないのとかさ、うん。まあ、そういうことって、そういう印象を受けることって本当に多いので、ね、まあ、そう思う、そういうイメージを当たるとき、まあ、僕ははっきりそういうこと言っちゃうけどね。 めんどくさいからこ、これこういう、あの、これさ、君調べるのがめんどくさいからさ、自分の子供の頃を思い出してさ、あの、中学校、中学生、主人公にしたんじゃないとかっていうことって、実は、ものすごくあります。<laughs> で、そういう時には、やっぱりそういうスタンスで書くと、ストーリーもどうしてもね、えー、出来が悪くなるので、 だから、まずそういう具合にちょっとチェックをしてみることって大事です。で、登場人物の履歴書ってやっぱ作ってみましょう。もう、その作った後、作ってチェックした後っていうのは、まあ、もう、こっちも繰り返すのもめんどくさいので、その長編小説を書きたい、読んで、そこら辺のざっと書いてあるので、で、まあ、あの、要は、 あそことか、こことか、ああいう風に足らないので、結局、人物、登場人物も足りないし、じゃあそのために最初にとりあえず何しとこうか、とかっていうような、まあ、まあそこら辺のところはさ、はっきりよ、慣れれば大したことないので、そこら辺で、あの、クリアしてしまえば予選なんか簡単に通るからさ、ね。まあ、とにかくそんなええな具合です。お今日は真面目な話をしたぜ。 告知です。2021年11月下旬に鈴木の新刊が出ました。今回は電子書籍の予定がありません。お早めに、えーえっと、ご注文ください。えー、タイトルは何が何でも長編小説が書きたい。川出処防新社から1782円で発売。圧倒的プロデビュー 実績を誇る鈴木喜一郎小説講座のノウハウを詰め込んだ一冊です。この番組では皆様からのお便り、ご意見、ご質問を募集しています。マシュマロという特ックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を受け付けています。リモート講座で世界中どこにいても受講できます。 詳しくは概要欄をご覧ください。というところで、うん、鈴木吉一サ桜カそんなところです。ではではでは、失礼します。